弾道は中弾道、総力 A で初登場。特殊能力は超選球眼、春季キャンプで大腸炎、低弾道になったが7月に月間 MVP。 ショート適性とミートは強化されたが、前半戦は極度の打撃不振、大腸炎が再発してしまい、ステータスも下がった。特殊能力に意外性が追加、オールスターに初出場。ミートパワーは D に下がったが、ショートの守備は超一流、ステータスがさらに下がり、太もも裏を肉離れ。走力と守備適性が下がったが、8月は好調をキープし復調。体調面を考慮し、この年から週休2日、出場機会は減少したが、キャリアハイの打率2割8分9厘、ステータスが微強化。5月からはセカンドで起用、メイン適性がセカンドへ、通算1000試合出場を達成。足立さんの守備は心地よいそよ風だ。